はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。謹賀新年リュウ実況チャンネルへようこそ。リュウです。さあ本日なんですが、先日ですね、まあおめでたい謹賀新年の動画ということで、まあ万物創生竜というね、史上最強モンスター3体並べるっていうのが意味わかんないデッキをね、動画として公開したんですけども、まあ見ていただいた方だったらわかると思うんですが、もうほんと秒殺されたんですよ。びっくりした。秒殺されました。はい、なんでかっていうと、このモンスターが別に強くないからですね。ロマン性すげえ高いし、僕もめちゃくちゃ好きなモンスターなんですけど、別に強くないと。はい、効果、このカードは通常召喚できない。攻守の合計が、1番以上になるように自分のモンスターをリリースしたら出せて、で、攻守が1番になるっていうだけなんですよ。それだけ。特に耐性ないし、なんか、相手の場面に触れる方法ないし、なんか無効にするとかいう妨害もないし、別に強くないんですよね。で、どうやったらこの記念すべき、この1万種記念のモンスターで、まあ、勝つことができるかというふうに考えたんですけども、まあ、勝ちたいんですよね、結局。このモンスターを使って。まあ、勝つ場合、まあ、殴るっていうことも考えたんですけど、高校で。まあ、ちょっとさすがに現実的に、まあ、このモンスター出して殴ってる、状況って多分こいつ出さなくても勝ってるんで、まあ、じゃあ、まあ、先行で、まあ、射出するしかないな、と。いうところで、はい。まあ、こういうね、どでかいモンスターっていうのはね、射出される運命にあるんですよ。はい。というわけで、まあ、本日は、この、亀。亀によって、まあ、遊戯さんの最強モンスター、遊戯さん、このデッキにも入ってるから、まあ、最強モンスターですよね、これね。はい。遊戯さんの最強モンスターによって、まあ、このモンスターを射出して、相手のライフを一緒に削り切るというデッキにしてきましたんで、はい。やっていきましょう。新年1月1日、1月2日、1月3日と、全部クソレッキとなっています。これがクソレッキ工場長の力。クソレッキ製造工場へこそ。本年も、クソレッキ製造工場、フル稼働していきますんで、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。万物3体、並べても勝てんからよ。もう勝つためにはさ、ま、勝ちに貪欲でやっぱあるべきだと思うんだよな、デュエリストってのは。基本的に。勝ちに貪欲であるべきなんだよ、デュエリストはな。デュエリスト。たるもの、うん、俺は勝利のみをリスペクトするっていう状態であるべきなんだよな、基本的には。うん、見していくわ。ああ、万物創生竜のなりの勝ち方をな。まあまあ大体今もうコストで見えた時点でも分かるけどな、みんな。はい、でフォクシーチューをぶん投げまして、はい、圧倒的最強カードをリクルートで浮世絵パンクシャラクサイの効果融合。いやマジでさ、この動きさ、当然のことをやってんだけどさ、普通にさ、これ毎回毎回言ってんだけどさ、カオスルーラー生きてんのかな ?2024 年、マジで。OCG でどっか多分死んでんだよね。あ、なんかいつまで許されるのかちょっと謎ではある。でも結構なんか、あれなんだよな、なんか OCG とマスターデュエルって制限結構違くって、意外とアナコンダ生きてたりとか、あとエルフ生きてたりとか、なんかね、結構ね、違う環境は形成されてるんですよね。はい。なんで、なんとも言えないというのが正直なところではあります。はい。正直なところは、まあ、なんか生きててほしい。ぶっちゃけ、ドラゴン族、ドラゴン年だし、タツ年なんだから。うん。さあ、で、白雪、アサルトシンクロン、あ、強いね。アサルトシンクロンは、まあまあやる。ああ、やるやん。これはさすがにアサルトかな。で、レベル8、2体、まあ、うるさい。で、レベル8、2体で、ジ・アンデッド・バンパイ?皆さんちなみに年末年始ってどうやって過ごします？僕毎年毎年箱根駅で見るの好きで、いつも見てたんですけど、ちょっと待って。はい。だな、これは。セイファートとかでいいか。セイファートでいいな。で、そうですね。これはですね、一旦特殊召喚しに行っていいかな。なんか年末年始マスターデュエルってあんまりその重要な情報、1月1日とか1月2日3日ぐらいにはないんですよ。だからね、すーごい助かってる。箱根駅でフルで見れるからさ、めちゃくちゃ助かってる。ありがとう、コナミ君。なんかね、僕昔遊戯王マスターデュエルが出ない頃は、リリースされる前は、遊戯王デュエルリンクスっていうゲームを中心で、動画上げてたんですけど、1月1日の0時からね、診断がね、実装されてね、1月1日0時から放送してたんですよね。生放送してたんですよ。
もうほんと狂ってんなと思うんだけど、1月1日の0時から仕事してるんで、これがね、まあ、マスターデール中心になってね、なくなった。おー、ワントロー入った、つえ。でもあんま今、ドラゴン目覚めするやつは見らねえけど。ちょっと待って、これね、ま、ダメ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 、これ、あれだ、カタパルトタートと融合しようとしてるわ。カタパルトタートと融合しようとするときはたまにあるんだよね。で、時知らずのデュガレス爆誕させていく。オッケー。でだ、一旦カオスルーラー蘇生。じゃ、こっちの確定ルートはないんで、墓地肥やすデッキなんで、確定ルート全部、ないんですよ。確定ルート全部墓地肥やす場合はね、確定ルートできるんだけど、それがないんで、ちょっと割とアドリブが必要になってくるといったところでございます。で、アサルトシンクロン爆弾させて、遊女。で、墓地に落ちてるカード足りないから、んですね、まあ、これ出します。で、ディスパテル出します。で、アサルトシンクロン効果発動して除外することによって除外ゾーンから帰ってきます。はい。で、ディスパテル効果で、アサルトシンクロン、まあ、あれか、これハーフにしてもいいな。闇属性で、種族が異なれば大丈夫なんで、あ、ドミノンキュロス出したいんですけど、ドミノンキュロス出すためには、まあ別にどっちでもいいや。で、これでキュリオス出しに行きましょう。これ。こことこことここ。ディスパテルを使うっていう、非常にもったいない、動きしてますけどね。はい。で、ドミノンキュロス効果発動。こうして、ですからさらに3枚墓地壊して、おっしゃい、いいやん。いいやん。で、さらに、キト太郎を出していく。あ、ダメダメダメ、ちょっと、やばい。ネタバレがすぎるな。このデッキは。あまりにもネタバレがすぎるな、これ。で、キト太郎スコーク発動。ティアクシャ落とす。いいえ。2枚3に墓地肥やす。これね、このさ、落ちか、よし、サンサーラ落ちた。オッケー。で、サンサーラ落ちた、強い。最強。で、これで万物創生竜。10,000 ドラゴンを手札に回収。よし。そして、キトガラスの効果。フィールドのモンスター一体を墓地に送ることによって、自分の墓地に存在するティアラメンズクシャドリアを特殊召喚。さらに、カードを5枚と3枚壊していくぞ。うおーすごい、すごい墓地壊し能力だ。いけ、やっぱね、これ、ていうか、そろそろライズロードの許可も入るんでしょ。やばいね。遊戯王で、このカードを特殊召喚する手札がいる。これちょっと邪魔すぎる。あまりにも邪魔。これね、やりすぎるとね、邪魔になることなんですよ、盤面が。なんでちょっとその辺は注意が必要といったところですね。で、融合モンスターとティアラメンツでスタペリア出して、これで準備整いました。死者蘇生引いてるから、まあそもそもあれか、なくてもよかった。まあ死者蘇生あるから別になくてもよかった。あれ、レビオニア、まあ一応ですね、これとこれで出しまして、あらあれを10,000 ドラゴン3体リリースの時は一瞬で殺されたけどな、今回はてめえを一瞬で殺してやるぜ。俺は学習する男。攻撃力倍、10,000の攻撃力が2万。うわっ、ちょっと盤面どかしたいんですよね。盤面どかしたいんで、ここと、あ、違う、こうなっちゃうのか。ちょっと待ってくれ。これでいいか。これとこれでどかして、で、盤面開けてこうして、OK。で、もうウーサラッシュに行くか。ウーサラッシュに行って、はい。はい。よし。これで邪魔者はいなくなった。手札より根源竜レビオニアの効果を発動。自分の墓地に存在する光属性モンスターの、魂を3枚ゲームから除外することにより自身を特殊召喚。特殊召喚に成功した場合、自分の墓地のモンスター一体を特殊召喚することができる。現れろ、カタパルトタートル。うわー、発射準備、ブルルルル、発射バゴーン。明けましておめでとうございます。
さ、エクストラちゃんとしたら、まあ、ちゃんと強いからさ、あれなんだよね、ワンチャンあるじゃないですか。なんか変なカードいっぱい入ってるんですけど、やっぱりそう考えてやっぱりね、ティアラメンツとパンクのギミックは非常に相性がいいなというふうに思いますね。あ、ファイアーウォール来た。ファイアーウォールディフェンサー来た。やばい、これ世界終わる展開来るぞ。ベイルリンクス、なるほど、ファイアーウォールディフェンサーからのベイルリンクス、いいな、強えじゃねえか。それで裏のケアってか、強えな、やりよる。これね、ディフェンサーがやっぱ最近あれですね、なんか残機デッキだと召喚権はここに使えって言われてるらしくて、なんかファイアーウォールディフェンサー入れの残機デッキ結構強いらしいですね。まあ、ビーステッドきついですけどね、結局あのビーステッド関係だとね、ビーセットさ、OCG よりも結構たくさん採用できるから、リベリオンが3枚いるからね、あのマサデールは割とあのベイステッド周りには優しいですよね、運営。なんかリベリオンとか行くんかな、そろそろ。禁止されそうな気もしないでもない。禁止ない、まあ、じゃあ、制限か、あの OCG と合わせてみたいな。あー、サイバネットコーデックはって、世界終わんな、これ。やべえ。これ何大きい、これ。エクストラリンク型さあ、サイバネットリチュアルで、レディーデバッカーリリース、サイバーステージ出た、出た、千原ステージ。こいつめちゃくちゃ強いんだよな。なんかこいつ使いたいんだよな、俺も。全然さ、これ使ってないんだよね、ジェイソンされてから。サイバー2ステージくん、さあリンクさん、プロテクトコールトーカー、なるほど。さあ、サイバーステージの効果でミラクルフュージョンができる。うわ、出た、これクロックか、これクロックだな、これ多分。うお、出た、サイバースクロックドラゴン。何が起きるんだ一体、全体これ。あーあーあああすごい量のカードもちょくられた。ああ、デッキゼロだ。何、ケルド、何らかのカードを、デッキに戻すことができる。これで自分でデッキ申していくスタイル。はいはい、カタパルトタートル、え、やばい、これくしくも同じ構えか、相手。なんかカタパルト、カタパルト戻したぞ、相手。何がしたんだ、強結界、何、サーチか、何、え、でも召喚剣使いましたよね。特殊召喚縛りはサイバース縛りが入ってるはずだ。え、え、あ、あ、いった、あれ、あれ今年って亀年でしたっけ。